田中康夫 YouTube 公式チャンネル、だから言わんこっちゃない、ボリューム530、言葉こそ武器、コピーライト幻冬舎なのに、田中康夫のザレ言から我が逃走続行中の健丈徹閣下外伝、嘘800ダムスの大予言著者、百田直樹閣下もブロック戦法笑いと題してお届けをいたします。斉藤飛鳥ちゃんを絶賛したことでネット上で笑われていらっしゃる、言葉は武器だとことあるごとにおっしゃっていたナルシストマッチョマン幻冬舎代表取締役社長健丈徹様からめでたくブロックをされているヤシーが、なんと続いて百田直樹様からもブロックをされました。でも言葉こそ武器っておっしゃってんですよね。そしてその言葉こそ武器を信条とされ、ある意味では社是にまで掲げてらっしゃるかのごときですね、破竹の勢いの経営をされてきた健丈徹様が、憤慶の友ならぬですね、なめ合いの友とも思ってらっしゃる相思相愛の百田直樹様も、これなんで急に野心をブロックしたんでしょう。いや、ブロックはいいよとおっしゃってる方いらっしゃいますけれども、先日も鳩さんがおっしゃったように、ミュートってのはおめえのようなうざい意見読みたくねえからミュート、目に入らないようにするよってことはあります。音楽とかですね、書籍というのはそれは聞きたくなければ読みたくなければ見ないということがあります。建築というものがですね、ある意味ではこれは極めて良い独創的でありながらも社会性というものを持たなくてはいけないと言われているのはなぜか、それは目が不自由であられる方以外は街に出れば嫌悪なく入ってくるから、その建物の形であったりですね、その建物の色合いであったり、そうしたことに、まあ、色合いという色彩ということに関して景観条例というようなものが成功するかどうかは別としてですね、出てくるわけでございますね。だからその意味でおいてはですね、負ける建築などと言ってですね、嘘吹いて今、破竹の勢いでいらっしゃる隈研吾様という方の建築というものを私浅田彰さんがですね、積極的に評価するわけではないというのは、彼の建築というにはまさに世襲が言う通りにお作り申し上げますという建築、それは世襲にとっては心地よい、国立競技場も、高輪ゲートウェイもあるかもしれませんけれども、いやしくも建築家という家というものを名乗るならばですね、それは本人の今の時代というものに対する哲学がその建物に出てなきゃいけない。だからといって多くの人が不快に思うような建物ではいけないという、その塩梅というものを融合させる、高い段階で使用アウフヘーベンさせるということが建築家なわけでございまして、隈研吾様にはそのような覚悟があるかといえば、世襲のおっしゃる通りでございます。やっているのは広告代理店の、心ある広告代理店のクリエイターにもですね、及ばぬ段階だということだと私は思いますし、逆に言えば職人というものは世襲の言う通りに作るかもしれないけど、その職人には隈研吾様とは違う矜持というものがあるわけですね。同様に健丈徹様や百田直樹様も、それは私どもは全て高度消費社会の中に生きているわけでございます。しかし私をブロックするならば、私の書いたことに何らか最後イタチの最後っぺとしてでもですね、クソ田中なんだお前不愉快とか、俺の方が100倍売れてるぞとか、お前なんかオワコンだというふうにお書きになってこそですね、私にルル健丈徹様の恋愛や鍵括弧性癖というものを教えくださった方の最後のイタチの最後っぺじゃないかなと思うわけなんでございますね。いずれにいたしましても、幻冬舎って会社じゃなくて組なんでって箕輪厚介様がおっしゃってるけど、普通
まあ、忖度の逆のですね、危機管理というか自分守りということを考えたら、こんな時に文春オンラインに出てて、幻冬舎って会社じゃなくて組なんで、健丈さんって得意なんですよ、話し合いの空気を握って制圧するのはっていう、健丈徹閣下は天皇であると、いやいや歴代ここのところのですね、上皇であったり、天皇というものよりもはるかに全く対極の威圧的だということをおっしゃってるってのも、これ超おかしいわけでございます。まあ、その意味で言いますと、話が突如飛ぶように聞こえるかもしれませんけど、あの香ばしい有田ヨシフ・スターリン様が、私の今回のですね一連の、幻冬舎健丈様への愛の大目玉にいいねをつけてくださったということがざわざわ感として伝わっておりますけども、ねえ、なんか後でまた見てみようと思うんで、いいねじゃなくたって自分の個人的メールのところに送っておくってことができるのに、まあいいねをつけるというのが有田ヨシフ・スターリン様という、本当に組織というものは社会主義であろうが共産主義であろうが資本主義であろうが独裁主義でじゃなく民主主義であろうが、必ず組織は腐敗していくものなんだと。だからこそその組織の論理の前に人間の希望に満ちた社会にしようといったのがレフトロツキーという、日本ではトロツキストというのは組織の中を扇動して組織を壊すようなバグやウイルスだと勘違いされておりますが、レフトロツキーという人はそういう人だったんですね。カール・マルクスも皆様ご存知のようにですね、何か共産主義者なのではなくて、彼は社会主義や共産主義と、まあ、ありていに言うと資本主義や自由主義や民主主義というもののイデオロギーの壁を越えたアウフヘーベンをしようとしたわけでございますし、それがもっと優れていたのはエンゲル係数を作ったエンゲルスではないですね、フリードリヒ・エンゲルスという人も革命家のように言われてますけど、彼は大きな紡績工場というものを父親からドイツで継いで、そして産業革命のイギリスにまで進出をして、でも紡績が衰えていくときに三方よしなんですよね、日本の三方よしって何かったら、自分は経営者である、でもそこで働いている従業員も、従業員と自分は良い意味での一心同体だと、でもそれを買ってくださる方々がいらっしゃる、あるいはそこに原料を、紡績の糸の原料を納めてくださる方が、供給をしてくださる、そして製造をする、その自分、ヤシがその昔三位一体の利潤ということを申し上げました。コンビニエンスストアというものがですね、何かセブンイレブンであったりその他が大きくなって M&A ばっかりしていくときに、良い意味での生産関係である必要がある。作り手、売り手、買い手、レストランであれば作り手、そして、お料理を運んでくれる教師手、そして食べ手、日本ではなぜかですねフロアの人たちは作り手よりも一段低いと思われていて、キッチンに自分が厨房も入りたいのにキッチン今満杯だからとりあえずフロアやってるなんて、フロアこそ本来最大の同時通訳なんですね。だって料理の食べ具合、いや寿司や天ぷらのようなカウンターで食べるものは出てきたものを食べないでですね、そこで延々話をしているようなのは食べ手として失格です。作り手と教師手が一緒になってんですか。でも厨房は本来ガラス張りでない限り見えないんですね。ですから厨房から持ってきた料理を単にマニュアル的に説明、何の材料を使ってます、どこの産の、肉ですなどというだけではなくて、食べ方のスピードをちょっと、前菜はすごく早い勢いでお食べになったお客様が今度は話が盛り合ってるので2番目のお料理少しスピード遅いですということを厨房に伝える、じゃあ厨房はその次のお皿の温度を、あるいはそれを出すタイミングを考えるということですね。ですから教師手というのは大変な同時通訳なんです。中国とアメリカの間にある台湾という国がまさに本ファイの、総事長であるテリー・ゴーという人がその同時通訳をやろうとしているときに、本来的に言えばその間にあって、あの原爆を落とすようなとんでもねえ国に、いやまあ通告をしないで真珠湾攻撃をしたんですから、
それは日本もとんでもないんですけども、その国に真珠湾攻撃のはるか前に2000本もの桜をポトマック川のほとりに寄贈をしたという良い意味で太っ腹なお人よしな平和主義の日本、そして今回のもうこの間ずっとお話をしておりますが、まあ、万葉集であるにしてもその部分は漢字で書かれてるわけですし、ひらがなもカタカナも漢字の派生語で日本が独自に生んだんですから、大元のオリジンは漢字なわけでございまして、そして日本の国の花が桜であり、そして日本の皇室の紋章が菊であるにもかかわらず梅の花を国家とする中国、中国の場合には南の方は、北が梅でございますけれども、南の方は牡丹でございますけれども、この菊、失礼しました、梅というのは台湾も、台湾まあ国として認めるか認めないかってのありますが、便宜的に国の花国家ということであれば台湾はそうでございまして、この中国と台湾の国家を歌った歌が令和の原点でございまして、この令和というものの中に進む様という、戦争するな、九条を壊すな、五賢同盟の賛同人であられるという方をですね、あえて知ってか知らずしてかこの方に令和という言語をお作りいただくことを自ら依頼をされたという安倍晋三様というのは、私はこれは大変な岸信介様という、もうこんなサイパンテニアン陥落したなら戦争をやめようと言ってやめなかった東条英機内閣にダメだと、これは日本が直撃されちゃうんだと、多くの無辜なる方々が傷つくんだから戦争をやめようと言ってやめなかった東条英機内閣の大臣を辞職をされて、それで一回はひとたびわずか1日か2日ですが、総辞職になるということをしたこの岸信介様というのは、スナボプリズンに入りながらもなぜアメリカが評価をしたかといえば、満州でいろいろとですね策略を企んでいたからというわけではなくて、やっぱりこの人の人型ならぬですね良い意味での君子豹変する才能があったと。まあ、話を戻しますとでありますから、私が一縷の望みをというか、いずれにしても安倍晋三様という方にはもしかすると大変な中国とアメリカの間に立って、日本は21世紀人口が減少していく国を、表向きは一億総活躍と言いながらもその同時通訳になろうということかもしれません。はてさて、話をもう一回戻しますと、三方一両存ではなくてですね、三方よしというものがあるということで言うとですね、このどんなに高度消費社会になっても、書き手、売り手、読み手、まあ、編集者は売り手の中に入るわけですが、それがみんな数字に換算できないものを喜ぼうということが必要なわけでございます。まあ斎藤飛鳥様を絶賛されたということでございますけど、まあ、有田芳生スターリン様のお話からだいぶずれてしまいました。前回の大変53分間にわたる内容の中でですね、2箇所ちょっとお詫びというか訂正、ジョージ・オーウェルのお話を1983と私は言ってたんではないかと、どうも1983と滑舌が悪いので言ってたんじゃありませんかということなので、これは素直にですね、いいえそんなことありません、1984と言っていましたなどというですね、官邸のようにですねツイッターを出すわけではなくて、1984の誤りと。それから江藤淳さんとともにですね、文芸賞の選考委員をされていたのが島尾敏夫さんと小島信夫さんと、そして野間さんだと言いましたが、野間さんを野間博史さんというふうにきちんとフルネームで申し上げなかったこともですね、これは訂正というよりもですね、過筆修正をさせていただきたいと思います。さてさて、この源頭者の健丈様というものに関してですね、皆様後で貼り付けておきます。どうしようか、まあ、今回も資料は皆様それぞれ探してくださいということで、今回は資料なしと、529とこれが資料でございます。でその中で実は西原理恵子様が大変な
高須克也様と共にですね、あるマッサージパーラーに行っていた、下劣なとこじゃなくてマッサージというかあんまのようなところに行っていたらですね、横のところで携帯電話なんかも不動産屋のギラった親父のように話していて、おう分かるよ芸能界のこと、何でもバーニングもジャニーズもみたいなお話をなんかいろいろとスマップの話題をどこよりも早くなさってる変なおじさんがいるんで誰かなと思って帰る時に、予約表のあれ私もしかして今度の予約間違えちゃったかもっつってもう一回見たらそこに書かれていたのが県庁通るという漫画を、これをもう連載がなくなってしまった週刊新潮で絵をお描きだったというのがございます。まあこれだけはどっかでまた探してみてくださいませ。さてこの間言われていることはですね、皆様ご存知のようにあの堀江貴文様という本当に、直上傾向な、ワン細胞の方がつか作家って実売部数公表されたくらいで折れちゃう豆腐メンタルなのっていうふうにお書きになられてですね、ツイートに。でもこれに対してですね、むしろ折れたのは健丈徹様の方なんじゃないんですか、だからその嗅覚なんかどっちも堀江貴文様も両方落ちてますねっていうことをお書きになった方がいて、やっぱりこの解約精神っていうのが本来ツイッターの意味でございます。で実はこ の, あのご存知のようにですね、それに対する作家の方、そうその前にですね、あこれはいいや、さてそれに対してですね、この間嘘八百田様のお書きになっていることがおかしいんじゃないかということは松浦博さんという大変にイスラエルの問題というか、まあ、獣医種の問題であったり歴史であったり、あるいはですね、杉原千畝さんのことに関して大変に詳しい上智大学で教鞭を取ってらっしゃる方の内容を踏まえて私もすでに書いておりますのでよろしいかとは思います。でこれまたチョックリーさんって人がすごいんですね。チョックリーさんがあんまり公表したくなかったのでですが、日本国旗の広告料はどのくらいかかってたのかっていう積算をしたっていうツイートをされました。でそれを見ると源頭者が述べているまあ、交渉というか、まあ、ふっかけてるのかふっかけてないのかよく分かりますが、その部数と売上げで価格がございますからね、この価格はその中から 10% は通常作家に行くで著者に行くでございましょうし、取り次ぎとか書店にも行くわけでございます。この総売上げと広告費用、すなわちどこの新聞に朝日だの日経だの産経だの毎日だの読売だの中日だの東京だの夕刊フジだの西日本だの、北海道新聞だの、まあこういったところに出した広告で全国か地方であったか、あるいは英語版で下英語ったら5段ですね、英語版じゃない英語段か前5段か、全15段かそれもカラーかどうかっていうんで全部計算をして、各新聞社のいいね、まあそれよりダンピングはしてるにせよですね、少なくともいいねで広告費用を計算した場合に、なんと日本国旗の税抜きの計算で広告費用をどのくらいかけていたかって言ったら 43%、43.3% だったという驚くべきですね赤字出血サービスが出たわけでございます。そんなに赤が好きだったのか、やっぱり中核派。あ、一つ忘れました、健丈徹様のことをですね、文徒だったというふうにかつて私が申し上げたのをうろ覚えだった方々がどうも文徒だったらしいよと、慶応義塾大学の学生の頃はって、これは極めて筋の深い方からの、ご指摘をいただきまして、健丈徹様は中核派と一緒に動いてらっしゃった、中核派と一緒に動いてらっしゃったので、今 GQ の編集長を務めていらっしゃる鈴木正文様、かつてはナビの編集長でもあったんですけど、鈴木正文様はまあ確かにあの頃の人はみんなインフルエンザにかかったんで学生運動と
しかし彼はまあその、まあ、文徒というよりもむしろ文徒でもないんですね。文徒ってのはその三派全学連というのがあって、角丸とか中核とか、あとはそれに対して民政というようなものがあると、全く違うインディペンデント系。高瀬よ、お亡くなりになった高瀬義満さんもその独立系のそういう、革命の団体に属してらっしゃったそうでございますけれども、それらの方々からのご助言ではなくてですね、また鈴木正文さんのところにあらぬ、あの健城徹様とか百田直樹様とか有本香里様から変な矢が飛んでくるとかわいそうでございますので、いずれにしても健城徹様は中核だったんでございますよ。中学に入られたかどうかはわからないけど、中学と行動を共にされていた。しかしながら健城様のご本、私読んだことありませんが、に書いてあるように、こんな学生運動やっててもどうもダメだと、学生運動に挫折したという、そのなんか自称高顔の美少年だったという、本当か、かわいい健城徹様は韓国で美容整形をされたのでございましょうか。高顔の美少年であった若い頃は逆美容整形になってるのかもしれませんが、という方がですね、美容整形私は否定しておりませんから、高須あの勝也様のような立派な方いらっしゃるわけでございますから、あの何でございましたね、健城徹様がですね、もとにかくその学生運動に挫折されたのか絶望されたのか、でも資本主義の中に入ってやるぞとおっしゃった、これこそまさにレフトロツキーじゃございませんか。そのイデオロギーを関係なく、そこに全員人は生きてるわけですから、その中で世の中をよりよく変えていくのだというのは、これはヤッシーとも同じなわけでございますが、しかしながらその健城様のこれ、普通本広告は本の定価の1割が多くても相場1割も出してるってことないと私は思いますけど、ということでございます。でこれに関してはですね、あの健城徹様が何でしたっけ、あの津原康美さん、津原康美さんのなかなか鋭さっていうのは私はここにあったんだなというふうに思ってまして、津原康美さんは、私はそもそも一読者として評説、評説っていうのはまあ正当とか、まあでたらめコンコンつき評説に関して日本国旗を批判してきたと、そうした本を出版したモラルに関する謝罪しか私は求めていない、検討者に対して、私への謝罪は別にいらないが、読者に対してしっかり謝罪してほしいということを、これ毎日新聞でコメントされてるんですよね。そしてもう一つは朝日新聞の方で、今回の検討者の謝罪というか、まあ健城徹様の謝罪は、日本国旗の批判をやめるよう私に対して圧力があったということに関して、つまり検討者側から私に対して圧力をかけたということに関しては言及しておらず、引き続き対応を求めたいと。日本国旗自体の問題、それはすなわち引用元が明記されておらず、増刷時に告知なく、修正追記しているという問題に関しても対応してほしいと、原稿者から作品を出しているこれは他の作家の名誉のためにもなるということをおっしゃってますし、まあこれ後からジャブだとおっしゃる方もいるかもしれませんけど、津原さんの凄さはやっぱりですね、実売部数の公表は僕には困らないけれども、もう公表されちゃったからねとも言えるけれども、僕は困らないけどそうでない作家もいるだろうから、了解もないのに公表するのはやめるべきだ、社長がツイッターで発信することの影響力も考えてほしい、これはとても大事なことで、了解もないのに公表するのはやめるべきだ。でこれに対してですね、百田直樹様とかですね、あるいは堀江貴文様は、商売みんなそういうもんだよ、公表するんだよ、出版界そんなに遅れていたのかよっておっしゃっておりますけれども、でましてやその百田直樹様に至っては、俺は低視聴率の番組を担当してすげえみんなから罵倒されたこともあると。だからそれはもう、例えば前回も申し上げたように、ポスコードがあるような商品なんですから、コンビニでも百貨店だって売り上げがどうか分かる、それによって売り場の置き方も変える、それは書店だって売り上げによって本を追加注文するか、あるいは平場のところにどういうふうに置くかということは、これは書店員のそれぞれの考えですよね、数字だけじゃなくて長年の勘かもしれません。でも今までなあなあだった、おっしゃる通りだけど、発行部数というものは事前に伝えられますが、出版社から、でも実売の部数などということはおそらく誰も伝えられたことがないんですよね。百田直樹様だって実売の部数を今までも
駆け出しの頃から出された本全部に関して事前に聞くとかそういう契約をしていた口頭にせよってことはないと思うんです。すなわちこの津原康美さんのおっしゃってることのとても大事なことはコントラクト契約という近代社会においてはあるいは民主社会においては同様のつまりこれだけ良くも悪くも弁護士がですね歩き回っている時にこれ一番遅れてるのは医者の場合には自由診療の場合にはいくらの金額ですよって言いますし自由診療じゃないものはこれは国民皆保険になっていますから3割負担まあ2割の方がいたりあるいは生活保護の方は0割かもしれませんがそれは契約書をいちいち交わしてなくたって暗黙の社会的な了解になってるわけですよね。でもこれはコントラクトっていうことです。ですから今まで出版界は良くも悪くもその実売部数がどのくらいかとかあるいは印税がいつ入ってくるか印税踏み足すような出版社もたくさんございますけれどもまあそれは出版社潰れてばっくれてしまえばヤッシー入ってこなかった印税というかまあ原稿を書いたけれどもその雑誌潰れて入ってこなかったなんてのありますよね。百田様だってあると思います。でもそのぐらい全近代的だったということをどうするかという議論になるならばともかく公表して当たり前だでもこれに対して津原さんは公表して当たり前などと言ってるけどそういう契約ないでしょとじゃあそれを作るならともかくということをきちんと冷静におっしゃってるってのはですね私はこれはなかなかな方なのではなかろうかと思うわけでございますね。これは5月の23日の記事でもおっしゃっているし、大変な方がある。でこれに対して健丈様はきちんとお答えになってないんじゃないのか。で同時にヤッシーをブロックをされたってのはヤッシーの申し上げていたことがとても痛かったからでしょってことだと思うんですね。この日本国旗の間違いというものに関しては先ほども申し上げたように松浦宏さんのものを前回貼り付けてありますからご覧ください。でも最もあれなことは日本国旗は C コードが0095という歴史上では日本歴史という範疇ではなくて随筆その他というところにあったということですよね。これをまあ今までの方もみんなおっしゃっていたのにヤッシーが言ったのでブロックされた。でも言葉が武器だとおっしゃるならば先ほども言ったようにこの野郎田中とパークハイアットで殴りかかってこようとしてですねヤッシーがすかさず避けたらですねへたれこの野郎へたれって言葉当時ないかチキンじゃなくてなんだろう弱虫って言ったんですかね。あのパークハイアットでいつだったかっていうのはあの東京ペログリン日記にあるんですけどそんなの見る暇もないというか意欲もないというか興味もないのでちょっとまたそのうちいつおっしゃったかっていうことではその噂の真相でどのように噂の真相の時代かな幻冬舎のじゃあ幻冬舎じゃなくて、扶桑舎に移ってからかないずれにしてもちょっと調べてはみます。でこの大きな一番の問題はですねさくらあのおさむさんというあの学者の方がお書きになってます。幻冬舎健丈社長の売れ行き部数発言が物議を醸しているがこういった数字至上主義は出版業界だけでなくて至る所に蔓延している。テレビの視聴率企業の売り上げや株価研究者の論文数だけどここ大事なことなんです。定量的評価尺度はもともとは中身の質がわからない人たちのものでいわば仮の指標だった。つまり自分で考え自分で語り自分で動くとつまり自分で判断できないような人たちにいやこれこういう数字ですからちょっと寄ってきといた方がいいよこういう数字ですからあんた来なくていいですよっていうことを教えるための定量的評価尺度だったんだと。だから自分で考えられない人つまり専門的だけ活動の質を評価できないパトロンにやってますよと一目瞭然に示すためのものだったって書いてある。質の評価は目利きがちゃんとやっていたその質を担保すべき作り手の側の人が数字の目を評価尺度にするようになっているのが昨今の風潮でこれはいろいろまずいっておっしゃってるんです。
これ大事なことで、それに対して堀茂樹さんが慶応大学のおっしゃる通りで、数値の跋扈、超量跋扈という現象は現代社会における権威の衰退の帰結であり、数値自体の疑似権威化の問題だと思います。権威は非合理ですが、それだけに少なくとも理論的には異議申し立て可能ですと。そうですよね、裸の王様だお前が、お前の考えは俺とセンスが違うよって言えるわけですね、権威は。それに対して数字至上主義は市場原理と一種の科学主義、本当は科学じゃないんですけどね、科学というのは前から申し上げているように、科学は自然現象ですから二度と同じことは起きないんです。そして経済は歴史現象ですから二度と同じことは起きないんです。でもその中でぶどまりというんではなくて、今までの人間のまさに失敗や成功のもとであるように、自然現象、科学というもの、物理も含めてですね、数学のようなものも含めて、前は数学違う回答してた人がそうじゃないってことあるわけですから、それはやっぱり私たちの失敗を乗り越えていくという科学を用いて技術を超えるということになるわけなんですが、こういう、数字至上主義は市場原理と一種の科学主義に支えられる新手の問答無用ですねってことを私も存じ上げている堀茂樹さんがおっしゃってて、これはおっしゃる通りだわけでございます。でおそらくその部分とは違ってですね、数字至上主義とは違う意味で歴史、ただこれ歴史も数日前にですね、日本経済新聞の朝刊の一番裏の文化面に非常に新進気鋭の歴史の方が書いてましたけど、歴史っていうのは確かにいろんな見方があるんです。今までこうだと思ったのが後にいろんな証文だから公文書とかは残しておく必要があるんで、そういうものが出てきて歴史の見方が今まで見たのとガラッと変わるってことはありますけれども、明らかにマルト学会のようなことを言ってる人に対して、今までのぶどまりなんじゃなくてお前のそれは違うよというのがあるわけだって、百田尚樹さんのお書きになった内容というのはコピペの部分だけでなくて、その考えもこれは明らかに歴史じゃないよってところもあるということを皆さんおっしゃっていたということなわけでございます。 でもそれを現当社は0095随筆その他という範疇で出してたんですから、まさに市場原理の中のポスコードの上において分類は、ですから健丈徹様は居直ればよかったんですね。皆さんこれ日本の歴史という分類じゃございませんよ、随筆ですもん、すなわち嘘800多士官ですから何がいけないんだって居直ればよかったんですよね。でも本の売り方が新しい日本の歴史の通史というふうに書いてしまった、帯もあるいはポップも、だから未だにそこ言えなかった。でも最もその痛いところ、まあ、野氏よりも前のにもですね、多くの市政の方々がこれ日本歴史の分類に入ってないよってことはおっしゃってはいました。しかし野氏がツイッターでそのことを書いたことで、健丈徹様は言葉は武器であるにもかかわらず問答無用でブロックをされてしまって逃走されてしまった、まさにアドルフ・ヒトラーの我が闘争の闘争が戦うマッチョな健丈様ならぬですねエスケープになっちゃって、そして百田尚樹様もですね、こんなの数字発表してもらって問題ないよっておっしゃっていたにもかかわらずですね、私の客観的なところだから、私がツイッターで嘘800ダムスの大予言といたしましたけど、皆さんノストラダムスの大予言って1973年に後藤弁さんっていう小伝社から出たんですね。これほとんどマルトだったわけですよ。でもノストラダムスという人はもともと何だったかというと、まあ初版が1555年に予言書っていうのを、まあ、フランスのその占星術師で医師だった人がお出しになった。で一応その彼の伝記や逸話を交えて独自に後藤弁さんが解釈したのがノストラダムスの大予言だったわけですから、これは誰も歴史書だとは思わなかったんですよね。マルト学会だと思いながらみんな楽しんだっていうことですよ。ボクシングじゃない、新手の格闘技だということでご覧になってたから、たくさんの本出して、なんだろう、冊数もすごい、何冊出たんでございますか、初版が3ヶ月で100万部超えたって言うんだから、嘘800多様よりもすごいってことでございますよね。そして
大変、発行部数はこの初版だけで1209万部で450版で、その後続々と、出てって、みんなまあベストセラーになられた。その意味で言ったら、これは売れるものは良いという、ホリエモン様なんかからすればもう頬ずりをしなきゃいけないというような話かと思います。でもですね、この問題に関してはここのところはメディアもですね、95になってるってことはおっしゃらないんですね。新聞も一番明確なことですよ。95なんだからいいじゃんって居直ればよかったんですよ。なのに居直れなかったという方々がいらっしゃるということなわけでございまして、でこれに対してですね、私あの最初の高橋源一郎さんがおっしゃったことをこう言ったのって、あのどうなのっておっしゃったの、これはまだわかるんです。私が痛いなと思ったのは、内田達さんっていう自らのことを思想家と名乗ってらっしゃるってまあ思索家ならは誰でも思索しますけど、思想家ってのはこの人の言ってることは嘘がないっていう話なんですよ。思想家はみんなに正しいことをお伝えになるって言うんで、この内田達さんとの高橋源一郎さん同様に、まあ東京大学の受験がなかった年なのかあった年なのか分かりませんけど、東京大学に入れなかったっていう、それだけのルサンチマンでずっと言ってらっしゃる。ある意味では私、日本っていうのもですね、東京大学この野郎と言ってる一方でですね、東京大学物語であったり、あるいはあの東京大学のなんとかつって、先日もなんかあのなんとなくクリストの作者は誰だったら、あの4人のうちの2人は田中康夫って答えたんだそうですけど、東大が、じゃあ東大王かとか、東大ってつけるの好きなんですよね。東京大学物語なんて東大この野郎と思ってる人が見てる、じゃあ京都大学物語って出てこないでしょ浅田彰のような素晴らしい人がいるから、あるいはノーベル賞もらった人、京大の方がはるかに多いんですから、なんで京都大学物語や京大王っていうタイトルで、いや京大や東大や、まあその他雑魚のような芋つばし一橋大学卒業生とかってんで、なんかクイズ番組はありますけど、京大王って言葉がなんで関西の番組でも、ネトウヨ天国になってる関西の番組においてもですね、出てこないのかあったら、やっぱり日本人ってそういう銀座、中央銀座ってのがどっかの町に必ずあると、あるいは中央って地名があると、まあセントラルってのはどこもつけますけど、銀座って全部のところに昔から商店街があるって、中央銀座ってのがあるってところが日本の、明治以降のですね、なんと申しますか、一極集中になっちゃってる愚かな点なわけでございまして、まあ大阪が目指すべきものは本来何なのかというところもですね、私はまた回を改めて、まあいずれにしてもこの津原さんがですね、堀江さんに対して、つか作家って実売部数公表されたくらいで折れちゃう豆腐メンタルなのっていうのに対して、豆腐は折れませんけどねってツイートしたり、これがツイッターの解約精神でございまして、その辺が中二病の人たちにはなかなか理解できないのかなという気がいたします。で話をもう一回戻すと、この、あれでございます、何でしたっけ、内田達さん、内田達さんが痛いのは何かって言ったら、内田達さんはこういうことをおっしゃったわけですよね。もう幻冬舎の不買運動だけじゃなくて、幻冬舎で本を書かないという作家は全員共同戦線を張ろうみたいなことをツイートされたわけです。でこれをまたですね、これだけ作家たちは怒ってるって書いてるようなメディアってのがあるから、大きな問題になるわけなんでございますよ。で健丈様もですね、担当編集者がどれだけの情熱で会社を説得し出版にこぎつけているかということを分かっていただきたく、実売部数をツイートしましたが、本来書くべきことではなかったと反省しています、それは削除しましたって言うんだけど、この方はだってもともと俺は反対だったっておっしゃってるんだから、経営者として失格だったということなわけでございまして、このあたりのことに関してはあの武田砂鉄さんが大変に鋭い文章をお書きでいらっしゃるので、あの皆様またご覧になれば良いと思いますし、百田直樹様が笑わせるなとおっしゃってるのはどうも違う。ですからこれクローさんっていう、よく野心のツイートで拝見しますけど、御用出版社社長と御用作家って著者をコピペ指摘されたらブチ切れで文庫化を妨害したり、実売部数をこう公表、事前承認なく公表して嫌がせるしたり、ツイッターで延々粘着質したりするような生ゴミメンタルなのってお書きなんですけど、でもこの生ゴミメンタルの方が
百田直樹様も健丈徹様もウォンドーム用で田中クソしねえおめえなんか終わってるぞって書かないで突如ブロックされて我が逃走されるってのはこれはですねやはり痛いところを突かれてしまったんですか本当ですかってことでございます。そしてましてやですねこれに対して幻冬舎あの健丈徹社長が本の実売部数を公表して何が悪いっていうふうに今まで文藝春秋にいる時もですねその後、朝日新聞にいらっしゃった時も宣伝会議にいらっしゃった時も飛鳥新社にいらっしゃあ飛鳥新社じゃないやその前のワックにいらっしゃった時も現在の飛鳥新社にいらっしゃった時も一度もそんなことしていない、その公表しないのがおかしいとおっしゃったこともない私のですね知り合いでもある花田憲義さんという立派な方がなんかヤフーニュースの中で公表して何が悪いのかって原稿を書いてたんですけど、その中で江川翔子様のことは評価してたんで、さすが江川さんって花田憲義に尊敬されてたんだお似合いねっていうツイートがあったな、これなかなか神戸欲しかったなという気はいたしております。で最後、内田達さんが何を言ってたかっていう紙がどっかへ飛んでっちゃったかな、あのいずれにしてもですね内田達様はすごくて、どこだ、あこれです、やはりここまで来たら日本の作家は幻冬舎とは仕事をしないということを宣言すべきだと思います。僕はもともと幻冬舎と仕事をする気がないし先方も頼む気がないでしょうから勝手なこと言うなというお立場の作家もいるでしょうけど、それでもっていうツイートをドヤ顔でほとんどなんか、猪瀬直樹様と同じくらいなドヤ顔でなさってる内田達様ってのはやっぱり本当に二元論の方なんだなと思います。この方は早い話が今は評価しているなどと言ってる、皆様、田中角栄氏が逮捕されるという時に御用提灯を持って目白の家まで行ったようなパヨクの方がたくさんいらっしゃったんですよ。市民運動家という方が御用提灯を持つことが自分もおかっぴきになっている、批評という精神ではない思考停止でおかっぴきをやっているってことを気づかなかったということに私は大変呆れたんです。私と仲違いというか私の元からいろいろと尽くして差し上げたんだけれども、私の人徳がなかったんでしょうけれども、なんか民主党というところに行かれて、まあ、立憲民主党というところにいらっしゃる元日本共産党員でいらっしゃった、私は椎克夫様もあの20年もあの委員長やってんですからね、早めにイタリアと同じように共産党って名前変えた方がいいと思ってますけど、その辺は浅田さんと今度の友好講談で話をしております。あらもう時間42分になってしまいましたですよ。つまり最後にかつての知り合いであったですね、有田芳生様がなんか私のツイートをいいねされたということでございますけど、この有田芳生様もすぐにブロックするんですよね。なんか自分に来た人に対してブロックして、なんか一件落着みたいなブロックだ、ブロックするっていうのは少なくとも町の普通の方々がしつこい人がいるのでストーカーみたいだと思ってブロックするのはいいです。でも少なくとも自分が公人である方、公人っていうのは役人とか議員とかっていう首長という意味だけではありません。健丈徹様も公人ですよ。だってひとたびは上場した企業でありますし、そしてこれだけ自分でテレビ朝日の番組審議会の委員長もですね、徹の部屋はやめますと言ったのにテレビ朝日が出資をしているアベマ TV の番組でやめますと、その番組を明日から今度からやめますと言って皆様にご迷惑をおかけしているのに、テレビ朝日の番組審議委員会の委員長はこのままお続けになるってのはなんじゃらほいって感じですし、テレビ朝日もですね本当に苦慮されてると思いますけど、でもまあ任期というものは必ず人間には人生同様にございますので、その後も健丈徹様が委員を務めますとか委員長を務めますとかおっしゃることになれば、委員をやってるあの何でしたっけ、ここのところ目して語らぬですね、秋元康様であったり、あるいは藤田進様のようなアベマ TV をやってらっしゃる方とか、この辺の方も大変に苦労、委員でございますからね、
番宣の番組審議会ってのは何のものかってのはほとんど形骸化したようなですね社外取締役会議みたいなもんかもしれませんけども、ただいずれにいたしましてもこの内田達郎様同様にですね、あの有田芳生様もブロックされるというのは、それは少なくとも言葉を扱っている人がブロックはしちゃいけないんです。あるいはなんで有田芳生様のツイートが炎上するかといえば、粘着質の紆余が来るからだけじゃなくて、言いっぱなしの遂行していない文章だからです。文章を書いてる人は、私もこうやって延々45分喋ってるように聞こえておりますが、でも皆様が見る数が多いとか少ないとかじゃなくて、ヤッシー難しいんですよ。ヤッシーのツイートこれすごい時間かけてますからね。炎上はないですよ。差別用語を書いてるか書いてないかなんてのは、これは形式値のですね、まさに定量的評価尺度なんですけども、そうではなくて、ヤッシーのものはなかなか突っ込みにくいんですよ。突っ込みにくいから皆様苛立つ方もいらっしゃったりして、でヤッシーは中和剤として絵文字を入れたりしているので、絵文字入れるなんて痛々しいとかですね、お前何歳だよ、63歳でございますけども、健丈徹様よりも年下でございますけど、ということをおっしゃる方々がいらっしゃるんだけども、多分そこなんですね。でも炎上しないようにうまくじゃなくて行くってことが大事なことでございまして、その意味では健丈徹様同様にですね、問答無用でブロックされる有田芳生様というのは、かつての私の友人で終わったということが大変幸せなことだと思いますし、まあ津原さんもさすがにものすごいしつこい人たちがいるので何人かブロックされてるそうでございますけど、ヤシは全くブロックしないというおバカちゃんでございますけど、延々お話をいたしました。いずれにいたしましてもですね、0095という随筆その他で出したならば随筆だよと、俺の随筆史観だよっておっしゃればいいのに、あたかも日本の歴史の精子であるかのようにですね売り出してしまった幻冬舎、そして、百田直樹様、そして幻冬舎の社内にもですね少なからずまともな方々がいらっしゃるので、今まで言えなかった組の中でその方々が指詰めされちゃうかと思った人たちが、今回健丈氏の部数公表のところを謝るだけじゃなくて、それを社告で乗っけるだけじゃなくて、津原さんも今回おっしゃっているように、この本が95であるものをですね、歴史書であるかのごとく売って、そしてその内容を歴史書じゃなくたってたくさん直してってしまったものをですね、全くその正し書きもしないまま、しれっと直してってしまったということに関して書きましょうよと、社告でとおっしゃった方がいるのにしなかったというのは、大変な流浪の旅にボヘミアンラプソディにならない、ボヘミアントラジディになってく幻冬舎および健丈徹様なのかなって気がいたします。それともう一つ、新堀さんという弁護士の方が、百田さんの日本国旗が書けなかった近現代史の史実ってことところで全然言及してない、近現代史に関してはあんまり俺へのディスりはないよって、百田様は朝日新聞のインタビュー、朝日新聞のインタビューになんで答えるよこんな時期に。それはやっぱり東大この野郎と言いながら東京大学物語っていうものにですね、それリア充じゃんって言わないで見ていた人方と同じ、まあ江川様って、江川翔子様じゃない、江川達様、たっちゃん、私の知り合いでございますけど、なんかだん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 痛い、リア充ぶりを示してると思いますけど、この新堀さんが百田さんの近現代史には苦情が来てないよってこと、近現代史に全くあなたが帰って眠って書かなかったところがあるでしょっての項目としてですね、9個くらいかな書いておられます。これもぜひご覧になるといいと思います。まあ、この辺だけを貼り付けておきますので、よろしければご覧くださいませ。おしまい。